皆さん、明けましておめでとうございます。トマトです。はい、今日はですね、岐阜県の方に、車中泊の旅に出かけたいと思います。目的としましてはですね、買い物ですね。はい、福袋なんかいいなったら買いたいなと思っておりますが、まぁ、ちょっと今日が、もう、今日じゃないな、今日元旦なんで明日、1月2日なんで、まぁ、あんまりいいのはないのかなと思いますが、とりあえず行ってみたいと思います。はい、2022年、1月1日ということで、今年1年の目標をですね、ちょっと出たいと思います。目標3つ、これ全部できなかった、1つでもじゃない、はい、取り直します。はい、今日は2022年1月1日ということで、はい、今年ですね、目標3つ挙げたいと思います。1つ目、はい、ですね、チャンネル登録者数、チャンネル登録者数300人。はい、2つ目、体重70キロ台前半持ってきます。そして3つ目、私、あの、宝くじですね、あの、ロト6とかそういうロト系買ってるんで、はい、10万円以上のくじ1本でも当ててみたいと思います。これどれか一つでも達成できればクリアという風にさせていただきますが、もし、一個も達成できなかった場合、そうですね。まあ、何しましょう。じゃあ、鼻からうどん食べてみます。はい、というような罰ゲームやってみたいと思いますので、はい、早速ですが、ちょっと話されちゃいましたが、岐阜の旅、行ってみたいと思います。ということでですね、今回のですね、岐阜の旅、買ってきたものですね、購入品はこちら。ごめん。はい、福袋ですね。はい。PSP ソフトジャンク詰め合わせ980円。はい。するぐらいの袋です。はい。やっぱり、いつかもう全然福袋売ってないですね。はい。そもそもいろんな店行ってきたんですけど、まあ、取り扱いないお店もあったのかもしれませんが、まあ、あまり期待せずに来ましたが、やっぱり残ってないですね。はい、なので、PSP、はい、あまり詳しくないですけど、とりあえずあったら買ってみました。はい、もう一つはこちら、はい、メガドライブ2のものですね。素晴らしいですね。ちょっと、はい、じゃあ、こちら。
順のやつがですね、有線じゃなくて無線のやつなんですね。これすごい使い勝手が悪かったんで、ちょうどメガドライブのことが欲しいと思ってたんで、金額もまあ1480円、はい、これプラス消費税ってことですね。まあ、比較的状態も見た感じ良さそうだったんで、はい、買ってみました。それでまたなんかですね、実行できるのができればいいなと思っています。はい、ということですね。購入品は以上2点のみです。ということで、はい、また何かあったらですね、そういうレトロゲーム巡りの旅とかですね、まあまた私たちはここは頻繁にやっていきたいなと思いますので、はい、また、その時はですね、ご視聴ください。はい、ではご視聴、ありがとうございました。この動画が良かったと思う方は、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。